ある事情で漢方薬局を畳み団地に引っ越してきた雛子と誠治。何するつもり？死んだことにしてくれ。2ヶ月も誰も一度も見かけへんのですよ。殺されてると思う。大沢はよせ、ありえない。そんなことありえないということがありえるのが団地でしょ。準備万端バルタン星人、大事なお願いがあってきました。妙な立ち振る舞いをする謎の青年が加わり、事態は予期せぬ方向へ。限界。ああ、もう限界。ここで人を待ってるだけやから。ダイヤーレ、3分以上経ってると持たないんです。実はそこには想像を超える秘密があったのです。団地っておもろいな。噂のコインロッカーや。秘密を共有した者たちの運命やいかに。団地。いらっしゃい。